はい、こんにちは。佐々木からです。今回はまさしく5人はユダーズ4人で、前回はね、レフト4デッド、あいなく死亡したので全員。みんな今回は生き延びるぞ。行くぞ。刀いらない。刀いらない。大丈夫？刀はいらない。大丈夫？誰か斎藤をはじめにならなくて大丈夫。ガトツしなくていい。ガトツしなくていい。前回の反省を生かして、俺ちょっと作戦考えてきたから、シンプル。みんな離れない。また3に気をつけていこそれは知ってた。三う。いこうだ、ぜ。行こう。3。ああ、もう3開けちゃに。う。開けちゃう。行くぞ。よし、行くぜ。はい、行きましょう。よし。みんなね、ヘッドショットね、狙っていこう。ヘッドショット？やっぱりヘッドショッ頭。トじゃない。やっぱダメージ量違うの？ヘッドショットだと大体一発で倒せるよ。あ、本当。そもそもショットガンだとヘッドショットじゃなくても倒せる。ショットガンはね、あんま意味ないね。みんなフレンドリーファイヤーにも気をつけて。OK。あ、FF ってやつだね。このクソ野郎。よし。ちょっ前と回していいる。ね、このまとまり感。みんなわかってるね。一人にしないで、一人にし。OK？ 右追うか。よし。右確保。右確保。乗り巻き右確おお、保。来た、来た。飛んできた。ちょいボンゲ、ちょい、来あー、捕た、来まえまた、来た。した。お願いします、お願いします。出た。OK。ちょいボンゲな。ちょいちょボいンゲボンゲ、な。マジ。ああ、撃たれた、撃たれた。なんで俺に被ってんだよ。あ、いてちょちょちょ、助けて、助けて。だめです。3だ。下がれ。え、ちょ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 
じゃん。死んだんだけど。後ろに敵いる。後ろから来てるぞ。じゃあ後ろお願い。なんで？パンチ落としたの？なんで俺があんなにダメージ食ったの？3だね。まあ、3は即避けないと、結構食らうね、その前にいると。めちゃくちゃ減るじゃん。俺もう救急なんです。からもいけんだ。それ行くか？行こうか。から行ったら失敗だったもんなで。オッケー。どっちだっけ？オッケー。こっち、うん、あっち側。こっちか。うん。うん、そうそう、乗り巻き側に進んで、でも、背後をじゃあ見ながら、みんな前進んでっていう、俺背後を確保していくから。あ、この中だよね、武器とかあんの。そう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 。うん。入っちゃおうか。入っちゃおうか。入っちゃう。入っちゃう。入っちゃうよ。オッケー。あ、どうやって入ってんの、みんな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。よいしょ、よいしょ。おっと、外した。後ろにいた。あ、やばいやばい。どうだどうだ。ジャッキーにやられてる、ジャッキーにやられてる。うわぁ、めっちゃ遠くまで運ばれてる。まあ、行きます。やばいやばいやばい。俺もやられてる、何かに。助けてくれ。お前らバラバラはダメだって言ったじゃねえ。だから運ばれたんだっつうの。蘇生します。俺も死にました。まあ、はい。Thank you。あれ、これ戻れんのか？とりあえず、なんかちょっとずつ動いてる。まあ、そっち側順番じゃなかったっけ？うん。これは、降りられないかな、もしかして。浜行こう。とりあえず、ちょっと、土管の中入って戻ろうとしてみっか。いや、これちょっと分担してる方がやばいって、浜。やっぱり向こうに合流しよう。オッケー。いや、武器だけ。いい、こっち向いて。オッケー、オッケー。行くよ、こっち。いい順路、ああ、でも登れないのか、君。あ、落ちちゃった、俺も。うん。でも、こっちは行くしかないでしょ。うん。乗り巻き、乗り巻き。で、勝手な行動するんだって。まとまるんだって。回復。でかいな、来た。よし、ナイス。30万。なんか嫌な声聞こえんな、飛んできた、なんか。いや、もうちょい本気だよ。ちょい本気。やばかった。ちょい本気。後ろ、後ろ、後ろ。いっぱい来た。めっちゃ来たな。めっちゃ来たな。おら。うわ、リロード、リロードが。あぶね、乗り巻き撃つとこだった。よし。OK、いいな。じゃあ、うん、登っていくよ、タンクローリーの方。OK。OK？ よし。OK。
なんか前回よりもなんかコミュニケーション取れてるけど、前回よりもめっちゃ食らってる気がするのはなぜだろう。ちょっとね、長くと。あ、この、ここの地下に入るんだね。うん。そうだね。いや、前回よりもあれだね。無駄な戦いは少ないね。サクサクいって。うん、サクサクいって。ただダメージ量が半端。これなんだ、あ、ハンティングライフル。スナイパーライフル。後ろチェックしながら、いきます。するのが良かったな。これでいいや。こっちは蹴らない。よし、よし、ちょっと待って。声が聞こえるぞ。これは何だ？大丈夫。ね。ムキムキ大丈夫。いや、大丈夫はない。大丈夫ない。ちょっと、みんな待って待って。あ、オッケー。待ってます。オッケー。はい、オッケー。よし、行くぞ。前確保、前確保。で、これで階段上がる感じだよね。そうだね。うん。こっちが登るよ。いいかい？はい。のり巻きがヒットポイントきついんで。でも回復持ってんじゃん、のりまき、うん。まだ使ってない。俺が一番きついのか。ここに、ガンテが。ちょっと二丁拳銃で攻撃力を上げていこうかな。ちょっと一旦使うかな。だね。回復ね。なんだっけ、名前忘れちゃった。救急ヒット。ポーション。オッケー。確かポーション。ここら辺で来るはずだな。うん、来るね。進むぞ。よし、オッケー。オッケー、進もう。オッケー。オッケー。確保、確保。クリア。ああ、いるね、いるね、いるね。どこにいる？あ、おめん。ガッツリ。オッケー。いや、こっちじゃないだろ。上だろ。やばい、3だ。あ、3だ、やべえ、あぶね。分断された。やばい、浜が向こうに行ってしまった。大丈夫、大丈夫。3が消えるのを待つ。これどっちだっけ？こっちの階段上？それともこっち？外。こっちだな。おっと、早いやつ来たぞ。ちょい本家？ちょい本家。ちょい本家。どうした？走り回ってんの、あいつ。うん。何してたの？やばい。ヘルプ。ヘルプ。よね。結構削られたな。うわ、めっちゃ後ろから来とるやん。すごい数。あ、なんだこいつ。強いぞ。ちょっと、なんか、落ちたよ。誰か。マジ、マジ。あ、俺拾えた、俺拾えた。うわぁ、階段の上から来たわ。え、救急切ったでしょ？何も取った。あ、そう、じゃあいいや。これなんだっけ？あ、火炎瓶か。上か。上だっけ？上だね。上だね。オッケー。いるぞ、敵。助けてくれたよな。で、中になんかアイテムあったよね。これはなんだ？アドレナリン。アドレナリン？アドレナリンか。うわー。アドレナリンはあんまり欲しい。あんまりいらねえな。オッケー。全員オッケー。オッケー。よし。と、AK。AK こっちだね。あ、出た、AK、AK。我々の大好きな AK。え、AK あんの？確かこっちだったっけ。でも武器ダンラムっぽいからな。あ、引っ張られてるよ、引っ張られてるよ。どこにいる？いたいた。後ろ。ああ。よし。いや。行くよ。下降りる？いや、違う。外。順路は外。こっち。あ、じゃない、どうしたらいいの？こっち、OK。じゃあ、のり巻きについていこう。ここ。あの、細い橋だよ、確かに。確かに。そうだ。あ、これだ、これだ、これだ。3、3。3来てるぞ。一回窓。よく覚えてんな。編集してるから覚えてんのか。そうだね。うん。何十回か見てる。何十回見てる。気持ちわかるわ。これ編集してからこう攻略法を思いつくっていうね。うん。で、この奥は。あるあるだよ。あ、AD か。まあ、でも AD 取っとくのは、一応あ、これなんだ。あ、鎮痛剤？あ、鎮痛剤だね。鎮痛剤をもらっておきましょう。そうそう、使って、もう一回戻ろう。え、どこ？こっから確かたくさん来るはず。うん、うわー、やられました、なんかに。飛びかかってきた。どこにいる、どこにいる、どこにいる。よし、助けて。浅めの真後ろ。全然見えてない。もう一回鎮痛剤飲もう。いやー、早いな。順路どっちだっけ？
どっちだっけ？こっちだったかな？あまりこいつは倒しててもな、キリがなさそう。うん、いや、進む。降りるんじゃないかな、こっちに。明日だよね。行こう、そうだね。明日だね。たくさん来たぞ、後ろから。あー、キリキリ。おえおえ。こっちからも来てる。下からも来てる、ね。いや、この野郎。これ？食らったな。オッケー。よし。行くよか。来た。下がれ、サワソベ。下がれ、サワソベ。大好きな、俺の大好きなさん。ちょっと、鎮痛剤もう一回使うか。そうだね。戻って使うか。オッケー。よし、行こうか。じゃあ、降りるよ。うい。降りよう。行くぞ。いいね。来て。うわぁ、めちゃめちゃ来た。うぃ。うぃ。リロードが。うわぁ。クソ野郎ども。やばい。弾が。弾が切れる。俺まだ AK の弾大事に取ってるかも。AK、AK がどこにあったのか。AK じゃねえや。サブマシンガンか。ああ。うわあ、え、この野郎、どこだ、え、どこ、これはどっちだ、下降りる感じ。下だったこれは下じゃないかな、うん、外出るのかな、一回。うん、外出るか。よし、都市蔵に続け。で、こっからね、なんか建物入るはずなんだよね。そう、建物入ってなんか、奥っすね。あ、こんな感じ。あ、30枚いる。あ、ごめん。気をつけて。入るか。入ろう。うん、オッケー。入ろう。中だね。なんか、あ、救急キットあるよ。お、え、マジ？持ってるから、取って。欲しい。あ、嬉しい。ありがてえ。ジャッキー。外に出す。ゲー。全員いるか？オッケー。え、質問。入るよ。あら、キーを間違った。うん。よし、OK。うい。ふぅ。え、なんかここまですごくスムーズだよ、みんな。うん。成長感じるね。後ろ。ここ、キュ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 。後ろ。火炎瓶投げるぞ。おい。えい。あ、ちょっといらないか、火炎瓶。投げねえのか。まあ、やべ、3、に当たりそうだな。オッケー、3だ。おら。オッケー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 。ちょっと、救急と、あ、救急とねえや、うん。ダメージやばいな。あ、結構みんな瀕死だな。いや、なかなかね。これで降りてくんだよね。オッケー。降りるんだったかな。オッケー、降りよう。うん。いや、なんか前回死んだところだね、この辺。だよな、うわ、3です。上がれ。やっべ、やべ、助けて。これ、抑え込まれて3とかもう。なんだよ、こいつ。両方クラスター。やべえ。え、ちょっとか、全員必死じゃん。あ、でも全員必死だけど、救急キット持ってんのね。今日持ってるね。うん、これは更新できるのでは？行くぞ。行くぞ。帰るぞ。結局 AK 拾えなかったな。なかったね。あ、いや、ハマ。ウィッチ。あー、拾った。一撃でやられんだ、こいつ。クッソ。え、マジで。あ、やべ、30食らった。どこだ？え、マジ？それはかなり寄ってくるぞ。火炎瓶投げます。OK。はい。下がります。下がります。燃える。この火炎瓶は超効果的だったな。あ、やべえ、やられる。俺らも燃えてない。使うしかねえな。俺らも燃えちゃった。いや、でも一掃できたでしょ。うん。
いい、いいね。これだっけ、うん、よし、奥進むぞ。一旦休憩一つ買うわ。オッケー。じゃあ、もう2しかない。俺も3番下。うん。あの、ギリギリで使うのが一番。なんか来たぞ。ビッチビッチビッチ。オッケー。いやー、ちょっと素晴らしい連携。オッケー。よし、オッケー。よし、じゃあ奥進むぞ。いい。あ、これどっちだっけ、こっちでしょ、来てる、うん、え、こっちだよね、ハマいる方、あ、助けてくれ、やべやべやべ、あー、こっちか、で、こっちしかアドレナリンなんだよね、ここになんかあるね、あ、なくなってる、テクティカルショットがなんかちょっと違うな、違うね、これね、一回かアイテム違うね、あ、前回もさ、あの、なんだっけ、あ、なんか1の時声聞こえる、あ、でかいの来た、でかいの、撃て撃て撃て、シャシャ、あー、くっそ、オッケー、入ってくよ、中、オッケー、弾丸少ない人は武器交換しようって言われてる、いい、入るよ、はい、オッケー、入ります、全然弾ね、いや、こっからちょっと出し押しなしていくかな、あ、クッソ、またやられた、狙われている、やべ、3だ3だ3だ、戦闘不能です、うぃ、2人戦闘不能か、まずいな、やばい、助けて、ちょっと待ってね、俺らもピンチだ、まだいるか。まだいるか。くっと。どこだ？一緒に。やばい、9、8、6、3。浜崎、浜崎、浜崎、浜崎。俺まで147ある。よし。ありがとう。ちょっと、これ、救急キット使います。使います、ね。はい、よいしょ。ちょっと、あれだな。武器がちょっと貧弱だな。いや、貧弱だな。アタクティカルショットガンが落ちてます。ないよりはあったまらない、たまないんだよな、これ。くそ、ちょっと待って。すみません。いいか。よっ。へい。まだ、俺、いい罰持ってるんで。質問。オッケー。オッケー。奥入ってくよ。はい。あ、じゃあ、いいかい。進みよ。はい。で、これで。登れてない。来てる？来てる。入るよ。あ、いってきて。あー、危ねえ。ナイス、ちょっと。さ、やべやべ、チョキ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 、助けて。後ろ、後ろ、はい、どうぞ。うわ、来た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 。いやあ、このクソ野郎。ああ、後ろにいた。いけ、すんか。ハマの方だね。武器が欲しい。あ、いや、やべやべ。3、かし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 。危ない危ない。どっから。よし、3が来た方向に進みます。はい。OK。はい。こっちか。まっすぐ？こっちだ。あ、なんだ、あ、思い出してきました。まだここか。うぃ。まだここか。後ろ。俺降りてくんで、後ろチェックお願いします。オッケー。はい。お願いします。虫食おう。イェイ。イェイ。オッケーですか？進んでます、進んでます。で、ここいっぱい来るとこね。うんうん。後ろからも来るんで。火炎瓶投げるか。なんだね。下に投げちゃったところみたいな。あー、これ落ちちゃった。なんで落としてんだよ。すまん。お前。見えないところで落ちた。
お前なんか全然関係ないとこ燃えてるし浜浜が助けて助けて俺を結局みんな降りた結局降りるしかない降りた、あのでかいやつ来なかったなパッパと登っちゃおう毎回変わるんだね、うん、そうだね毎回変わるね、うん、登っちゃう登っちゃうこれなんだあ火炎瓶か登るかこれなんだっけあれんおやった救急して救急キットあった違うえ救急キットなのこれこれガソリンじゃないガソリンだよ、ね、これガソリンだわ救急キットが欲しすぎてあらゆるものこっちじゃない奥じゃない前回そこで死んだよねいや俺死んだな、うん、一番奥だねあこれこれあ救急キットあセーフティールームにあゾンビ来たわどこだうわこったここに救急キットある俺のいるところどこ誰か持ってあそっちハマ使いなちょ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 いやなんかハマやられて撃たれてんだけどんこれはなんだもうあの都市蔵のところにもうすでにセーフティールーム近いあマジでオッケーオッケー行くぞ走れ走っていこうやったやったやった走り止まるな何これどうやってんの開くのか行っていいのああ、うん、行くしかねえなえ落ちたぞ落ちたぞ。どういうこと？ああ、やばい。捕まった。捕まった。くわー、とっ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 と。サージャーに捕まった。捕まった。誰か助けて。やべ、行くぞ。どこに行けばいいんだよ、これ。あれ、ハマ、ノリマキ大丈夫。サンキュー。よし。行くぜ。あの、びっくりマークンとかだよが。そうだね。よし、質問。行こうか。やばい、走れねえ。走れねえな。ジャンプしながら。あ、なるほど、なるほど。ここを登っていくのか。あ、登れってことだね。後ろ大丈夫か。よいしょ。あ、そういう、あ、そうだ。そういう仕組みね。どうやって行くんだよ。なるほど、なるほど。よし、ついてこい。もう、走るしかねえや。入るんだ。ここもう、とにかく、とにかく進めばいいんじゃねえ後ろだ。後ろ来てる。マイクラと一緒でジャンプしたらちょっと早い。また降りるのか。いやー、後ろ頼む、後ろ頼む、後ろ頼む。オッケー。あ、なんか。なんか落ちた。なんか落ちた。回復があったぞ、多分。てめえろ、この野郎。うわー、なんだ、燃えてる、燃えてる、燃えてんだけど、俺。火炎瓶投げたな。投げるとき言ってくれ。ごめん、ごめん。あのすごいゾンビの数ゾンビ多すぎて進めません。あ、死ぬかも。ハマ前、次ハマ前、次ハマ一人で前行ってる。あげるね。あー死にます。ちょっと待って、今行く。あ、死んだ。ハマ死んだ。なんでそんな一人で行っちゃうんだよ。たくさん来るな。うん、たくさん来るな。どんどん進まない、進まないとダメでしょ。でもこれ多分立ち止まるなってことだから。あ、やべ、あ、倒れました。あなんだよ、マジかよ。え、もうみんなで駆け抜けるのね。うん、そうだね。うん、じゃ行くよ、みんな。はい、OK、 じゃ行くぞ、はい、ゴー、ゴー、立ち止まるな。これ飛べんのかな？飛んだら上行けんのかな？いや、行けないでしょ。行け！みんな向かえ！行くぞ！今日行けないんですけど、行けないんですけど、うわー、やられました、敵に。マジか。あの、連れてかれた。あ、上か。なんだよ。また一人かよ、ハマ。なんだよ。どうやって上行けねえわ。すまん、ハマ。すまん、ハマ。上行けねえわ。すまん。そんなことある。あれ、みんな行くぞ。死んでくれ。なんだ、なんか後ろ、あれ行かないの。かわすな、大丈夫。行こう行こう。なんか足掴まれたのかな。悪いな、助けてくれよ。悪いな、さらば。一人にしないでくれ。上に登れてんだよ。あれ、どこだ。あれ、どこだっけ。あ、ここか。なんか
ハムのせいでびっくりマーク消えてたよ。ここだみんな。オッケー。くっそ。どこだ。登っちゃうか。登ってこれる？あ、降ろされた。どこだ。ポシェド、ポシェド。後ろ、後ろ、後ろ。あー、ポシェドが下にいるな。よいしょ。どっから登りゃいいんだ。あ、これか。パーソベ、奥から来てる。どったらが。ストーリーじゃ。すげえ、下からフェンスでよじ登ってパーソベ狙ってるわ。あ、お待たせ。あれ、登れねえ。俺は。おりゃあ。いいか。オッケー。お待たせ。ここの、よし、行くぞ。はい。オッケー。よし、行こう。もうビッグ引いてんじゃねえか、お前。今、鎮痛だなんだ。いいか、一人でもいい。よし、行くぞ。立ち止まるな。ここだ。うわぁ。行くぞ。行くぞ。あれ、どこだ。あれ、あれ、どっちだ。あ、こっち行く。行くぞ。うわぁ、やべえ、年取っちゃった。大丈夫だ。走れ走れ。うわうわ登るー。おら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 、登れ登れ。めっちゃ沢そべ囲まれてる。いけいけいけ。おい、俺は生き抜く。どこだどこだどこだ。あったあったやった閉めろ閉めろ。よっしゃ、わクリアした。俺死んでんじゃん。ハマ成仏してくれ。ハマ完全に死亡しました状態。嬉しい。ああ。いやー。なんか達成感あるね、みんな。うん。達成感あるね。ああ、面白い。ないんだけど、あ、生き返った。生き返った。このヒットポイントからか。はい、バイビーコーナーです。というわけで今日はサーソベではなくて、のり巻きがバイビーコーナー担当します。まあ、みんなの動画ですからね、順々にやっていきましょうということで、今日はのり巻き担当です。のり巻き。でね、まあ、某ウイルスで、自宅にいることが非常に多いわけなんですが、はいはいはい、まあ、僕あの元々飲みに行くのが好きなんですが、流行り病がね、流行り病によって、はいはい、なかなか外に出れる機会が少ないので、ね、その中でね、家でどうしたら楽しめるかなっていうことでいろいろやっていて、うん、でずっとねここ数ヶ月やっているのが台所で焼き鳥屋さんっていうね、一人焼き鳥屋さんを最近ずっとやっております。焼き鳥屋さん。焼き鳥屋さんっていうからには、はい、ただ、魚焼き器で焼き鳥を焼くだけではなく。ああ、答え言っちゃったね。焼き鳥屋さん。まあ、串海苔だよね。客は海苔巻きだけっていう。串海苔。はい。飲みどころ串海苔。飲みどころ串海苔。それは、あの、串鶏にかけた感じなのかな。ああ、そう、完全にインスパイア的なやつですね。はい。海苔貴族ではないんだね。海苔貴族はね、あんまりこっちではメジャーじゃないかな。ああ、そう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 。海苔貴族だね。海苔貴族じゃないんだね。あ、ごめん、ちょっと走りして、ごめん、ごめん。これ、海苔巻きの場合、こうなるから。で？いや、まあ、魚焼き器で焼き鳥を焼くだけなんだけどさ。その火加減とかさ。はいはいはい。あんまり強くしすぎると、表面だけ焼けちゃうし。重要だね、焼き方ね、焼き鳥はね。もともとなんだ、みんなでバーベキューやるときとか、焼き鳥を焼く担当になることが僕多いんですけど、よりね、焼き鳥と向き合う時間っていうのが増えて非常に楽しいわけなんですよ。自分で作りながら台にビールを置いて飲むって、はいはいはい、スマホを持って、はいはい、YouTube 見ながら焼き鳥焼いて、最高です。皆さんも
ぜひやってみてください。またね、バイビー。俺の取られた。俺の面白いやつ取られた。